ちゃん。こんにちは。なんだ。あれ。何。いつも頭、今日なんか顎が出てますよ。そう。こんにちはって。今日帽子ないから。諸事情で。ちょっと事情が。事情があって。はいはいはい、豊さん、はい。昨日から始まりました。やった。阪神と巨人の。おお。まあ首位攻防というか三連戦ですよ。そうだね。まあ、うん、前半の一つの大きな山だよな。はい。うん、まず。まあ始まった。はい、まあ昨日は、うん、まあ秋山がまあまあ良かったということと。はい。逆に巨人が当たってないということだよね、はい、で当たってない上にホームランでしか点が取れない、うん、で甲子園ってホームランが出にくい球場で、はい、まあ、ウィーラーの1本だけでね、まあ、追撃の時に雨が降って、まあ、運がないなっちゃ運がないけど、あれ格好ノーアウト3塁2塁で格好のまあチャンスとかで、うん、原監督もその雨で中止コールドってなった瞬間に出ていきましたもんね、一応審判に。まあ一応出ていくよね、うん、でもあれは無理だわ、もう下がってこと、いやもう下1時間かかるもん、あそんなにかかるんですか、かかるかかる、で1時間半遅延だとさ、はい、遅れられるっていうことになると、はい、やっぱファンはそう怒るし、そのグランド整備の途中でまた雨が降りだしたら、はい、もう終わりだもん、まあそうですよね、うん、だからまあもうこれはしょうがない、ただジャイアンツはタイムリーが出てないんだよ、もう全然タイムリーが出てない、もう何十イニングって出てない、でノーアウト 2,3 塁になったじゃん、はい、タイムリーが出そうだったんだよ、あそこの場面ですね、いやこれ何を言いたいかというとさ、はい、結構やってる選手ってタイムリーがない、全体的にタイムリーがないっていうのはトラウマになってくるんだよ、あそうなんですか、誰が打たなきゃって、あでもノーアウトランナー 2,3 塁でしょ、はい、だなんか打ちそうじゃん、まあそうですよね、うん、だから、うん、そしたらそういう今日も言われるよ多分、何イニングタイムリー打ってませんと、もうね、そういうなんか雑音が聞こえてくるんだよ、やってる野手陣って、はい、その勝ち負けるよりもそれを払拭したかったな、あ一番最初にとにかくそのタイムリーを、うん、一つでもってとこですよね、そうそうホームランではなくてっていう、うんうん、ホームランで点が取れるっていうことは悪いことではない、ムードも変えられて、うん、でもここ一番タイムリーが出ないっていうのはやっぱこう気持ち悪い、チームとしてやっぱ状態が悪いっていうふうに見られても仕方ないし、はい、で巨人の当たってきてるピッチャーたちが、まあ、柳だとか、はい、昨日は秋山だとか、うん、結構低めに制球してきて低めでこう変化させて打ち取られる、はい、打ち取る、で昨日の巨人もゴロアウトばっかりだったんだよ、でそう考えると同じようなタイプがやっぱ苦手なんだよね、うん、まあ確かに難しいピッチャーではあるよ、はい、でも巨人打線を見たときにやっぱレベル的にさ、その難しくてもなんとかするだろうっていう選手たちがいる中で抑えられてる、はい、うん、で今日そうです、まさに今日伊藤、そうです、はい、先発伊藤、これは右から左に変わっただけで同じようなタイプなんだよ、また低め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 で奥行きを使いながら、はい、コーナーをついていくという、だから非常に苦しいと思うよ、一方で巨人は、まあ、メルセデスなんですけれども、うん、こう阪神打線っていうのは、うん、豊さん、まあ、どう見てますか、阪神打線は、はい、まあ、決断したのは佐藤の打順を7番に下げたということ、はい、まあ、これで流れは良くなるだろうなっていうふうに思う、だから佐藤っていうのは外す選手じゃないよ、はい、調子が悪いからってじゃあもうベンチに置こうっていう選手じゃなくてもやっぱり一発の怖さがあるし7番ぐらいに置いとくとすごく怖いよね、いやだからあよく打順をこう変えたなと思ってさ、はい、阪神の方は結構流れはいいかもからね、まあ、初戦取ってますし今日もそうすると取る可能性、阪神がこれ今日取る可能性、取ったら3打で食らうよ、明日も取るっていうことですよね、そうそうそう、俺は3打で食らうと思ってる、ただ例えば阪神の中継ぎの今岩崎投手がなかなか上がってこないと調子が、うん、そこら辺も例えば巨人が崩せたり、ただタイムリーが出てないので何ともなんですけど、いやいやいや、それを使うか使わないかは阪神ベンチの思惑だから、 そうか、そこ使わなければいいんだから、右で行ってもいいんだから、非常にジャイアンツは苦しいということ、それと打順、昨日松原が秋山に相性が良かった、はい、1番に上げなかったよね、はい、俺1番に上げてくると思ってたんだよ、あ、そうだったんだ、うん、だけど上げなくて梶谷を1番に使い松原を6番に使ったという、はい、やっぱここら辺はやっぱ変えた方がいいかもな、その相手投手との相性でっていう、うん、だから今日は左だから梶谷が出る控
控えに回るか松原が控えに回るかは分からないけど、まあ昨日の状態から言えば松原は出てくるだろうね。で梶谷がまあ左ということで下がる可能性もある、うん、右を使ってくる可能性もあるけど、はい、どういうんだろうな、やっぱ松原ウィーラー1、2番、はい、今さあの梶谷坂本でしょ、はい、うん、だからここら辺がどうなのかなって、まあ確かに気分転換をするためにはね、はい、打てなかったからでホームランでしか点が取れてない、でもここら辺を変えるよりはやっぱうまくいってたわけだから松原ウイラっていうのが、はい、でウイラが打つと盛り上がるし、うん、ウイラが打つとつながってくるしっていうようなことで、それを5番に置いたがために、うん、打っても下位打線でつながってこないという苦しさがあるよね、はい、うん、だからまあ今日が言えば最大の山かもわからないね。ここで原監督が例えば 1,2 番に松原選手、ウィーラー選手を持ってくるのか、それとも昨日と同じ打順のままでいくのか、ここもキーになってくるってことですよね、豊さん的にはってことは。まあそうだな、ただその打順変更に際しては、はい、やっぱコーチ陣の進言があったっていうんだよね、はい、でコーチ陣の進言をやって勝ったんだよ、はい、その試合はで次から負けてんだけどさ、はい、だ安易にそういうコーチ陣が真剣に考えた案をまたスパッと変えるっていうのがまたこれがどうかなっていうふうに、やっぱある程度変えるっていうのは勇気もいるし、だからどうなのかなっていうふうには思うけども、まあ今日が最大の山だよ。でなぜかというと西勇輝が状態はね良くなってきてるんだよ、一頃よりも。で高橋が一頃よりはちょっと落ち出してきてるという、だからここら辺がなんかそう不気味でね、はい、で今日勝てば巨人が連勝すると2戦3戦取ると、はい、というのはやっぱ今日勝つにはある程度打線がつながって打たなきゃいけない、はい、で、まあ、伊藤っていうのも奥行きを使ったりいろんな変化球があるからホームランってなかなか出ないと思うんだよ、はい、で打線的にはつながっていかなきゃいけない、うん、そうなってくると勝つということはつながるということじゃない、それはもう CC がピタッと抑えるかもわかんないよ、うん、じゃあそうじゃなくてやっぱある程度 3,4 点の勝負になってくると思うんだよ、うん、そうなってくると打線がつながらなきゃ勝てないから、はい、でも勝つということは打線がつながるということじゃん、うん、そしたら明日につながってくる、おお、それがいい流れのまま、そう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 、豊さん考えるこの今日2戦目のそれぞれのチームのキーマン挙げるとすると、キーマンはやっぱ坂本、巨人は坂本選手、うん、なぜかというと昨日エラーしたよね、はい、あゲッツーだと思ったのをエラーして1、3塁になって、そこから、まあ、ウィラーもその前にエラーをしててね、はい、で2点を取るきっかけになったじゃない、うん、で次の打席すごく注目してたんだけど坂本がもう力んじゃって取り戻そうと思って、はい、でもそういう気持ちっていうのはやっぱ今日につなげてほしいなと思うし、坂本だったらつなげられるだけの、はい、なんか気性だとか勝負強さ、うん、そういうのは俺坂本持ってると思うね、はい、だからキーマンは俺は今日は坂本、坂本選手、はい、一方の阪神のキーマンを今日挙げるとするとサンズかな、サンズ、はい、サンズがちょっと当たりが止まってるんだよね、うん、まあ大きいのもポンと出てるけども、はい、だけどサンズが打ったらやられるなっていう感じがする、難しいけど、まあそうですね、難しいけど予想ですからね、予想だから、そうですよね、うん、ただやっぱりこう地元の利というかさ、はい、そういうものが昨日は味方したよね、土のグラウンドで完全にそうでしたね、そうだよね、地元の利、まあ、それとやっぱ阪神の今年の運みたいなのを感じたゲームだけども、はい、まあだけどジャイアンツも黙ってないと思うしね、まあいい3連戦になるとは思うけど、豊さん予想すると、うん、今日は予想でいいんですけど、うん、何対何で、まあ、何対何じゃなくてもいいんですけど、巨人阪神どっちの方が勝ちそうな、豊さん的に見てて、まあ、昨日からですけれども、3対2どっちですか、阪神ということは3戦目もこのままの流れでいくと阪神で3立て可能性があるということは一気に 5.5 に一旦も広がるっていう可能性が、そのぐらいやっぱ阪神の方がいい、やっぱね初戦を取れたっていうのはでかいと思うよ、あそこですね、でね秋山が計算されてるな、で計算されてるっていうのはさっき言ってた高橋優希との投げを避けるっていう、はい、でなぜかというと高橋優希が非常に相性がいいんだよね秋山に対してね、はい、
で広島で2点取られたとはいえ3回で降りてるんだよ。でこれはジャイアンツ戦の頭に持っていこうと思う思惑だよね、計算だよね。それで勝てたということは、はい、やっぱこう阪神も計算してると思うんだよ、星勘定を、はい、もうすでにジャイアンツに対して。で初戦が山だったと思うんだけど、まあメルセデスも非常にいいし、あの阪神にも相性いいけどね、まあだけど伊藤翔っていうのが出てきて、これもなかなか調子が良かったらなかなか崩せないよ。いいピッチャーですかね。いいピッチャーというかジャイアンツが苦手とするピッチャーだよね。その月打っていた人だから柳、はい、秋山って続いて似たような左だよね、はい、左に変わるだけだよ。だからちょっとこう苦戦するなっていうふうに思う。だからここでやっぱ原監督が、はい、どういう風な策を打ってくるかだよね。それはあのすごく注目です、ね、いやこれは楽しみ、この2戦3戦というところですよね、うん、だから阪神は昨日勝ってるだけに動かずということだと思うんだけど、はい、だから非常に面白いよね、まあ、1、2番を出さないことだね。そうですメルセデスは。そうですね、まあ、その後右がずらっと続くからね。そうですね、うん、まあ、皆さんがねこの動画を見てるときもう2戦目がの前なのか2戦目が終わってるのか、またそのあたりで答え合わせだったりとか、あの選手とか、あの打線変えてきたねとか、そういったところも、まあね、含みながら楽しんでいただければなと思います。そうだね、はい。